おわ、でか。音量チェック中です。こんなもんかな。はい、皆様ご無沙汰しております。ただいまの放送は南ラビッコンセカンドよりお送りいたします。BBCF、第1期の1回目のランバトですかね。やっていこうかなと思っております。CB の、ランバトの方がですね、ちょっと日数計算したらだいぶ変な終わり方になっちゃったんで、毎週見てた方は、多少ごめんなさい、噛みまくりだね。久々にやったら噛みまくりなんですけど、毎週楽しみに見てくれた方はですね、本当に申し訳なかったんですけれども、何度かんど、反響がありまして、ランバトやらないんですかっていう声にお答えしてはないですけれど、まあ、12月入りまして気にもいいので、ランバトやっていこうかなと思っております。そして久々のランバトで人数が、かなりも多く、いつもランバトに顔を出していたメンツ含め今回は24人以上いるのかな。ちょっとまだ分かんないですけれど、あ、まだ大丈夫ですよ、まだ大丈夫です。まあ、トーナメント楽しみにしたいなと思います。先ナインは今日朝から頑張ってたんですけれど、どうなんですかね。正直ナインっていうキャラが想像してた通りというか、まあ、想像以上に難しいキャラに仕上がっているので、そのなんていうんですかね、ここ強いねっていう部分はもちろんあるんですけど、やっぱりそれ以上に防御面があまりにも目につきすぎちゃっててですね、いやー、どこまで上がってくるかですかね。もちろん強いよっていう部分とか、あ、ここ面白いねとか、あ、すげえ性能してんなってのも今日朝から、まあ、結構な勢いでないんでやってたのを見てたんで、ワンチャンスありそうだなっていう部分はあるんですけれど、おい、このキャラどうすんだっていう組み合わせももちろんあるのかないんだのかなっていう、まあ、キャラクターももう30キャラ31キャラ、になりますんで、そろそろなんかもう万能でこのキャラ出しときゃ大丈夫っていうのではなく、このキャラ超きついけどこのキャラいけるみたいな、あのギルティに近い特有の駆け引きみたいなのがチーム戦だと面白くなってくるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、何にせよですね、一番重要なのは、まあ、CF 始まって、2週間、が経過して、おおよそこのキャラ強いねっていうのがある程度皆さん分かってきたというかですね、理解してきた方、いると思うんですけれど、それ以外の情報というのがですね一切ないもんで、かなり的外れなものを言いそうな気がするんで、そこは、ご了承を先にいただこうかなと思っています。いやー、久々だと声出ねえな。タイミングいつもより後になっちゃいましたが、今見てる方すいません、音量大丈夫ですか。ゲーム音とマイクのボリュームのバランス、もしどっちか大きいよっていうのであればコメント流していただければ、ランバト始まる前には、まあ、変えます、調整しますんで、よろしくお願いいたします。ゲーム音がちっちゃい、ゲーム音ちっちゃいか、やっぱり。はい、じゃあちょっとゲーム音調整します。というか下手すると割れるんだよな俺な。はい、ってことでちょっと上げてみました。どうでしょう。ただいまマイク、全ての音量チェック中でございます。今さっきよりゲーム音がちょっとずつちょっと上がった感じになるかと思いますんで、マイクのボリューム、ゲーム音のバランス、まだどっちか大きいよとかあればコメントお願いします。まあ、なければ、そのままこのボリュームでいきますんでお願いします。
あ、ランバトのロゴが新しくなってる。デスさんありがとうございます。気づかなかった。気づきました。いやー、第3期、第 CF 版のロゴですかね。人数が多いと、よいしょ、トーナメントの票もちょっとかかるんですよ。まあ、久々なんでね。あれ、イノスさんが17段に。はい、改めまして皆様おはようございます。ただいまの放送は南ラビットのセカンドにお送りいたします。BBCF、ランバト第1期の1回目ですかね。ただいまトーナメントの作成段階に、入っております。今しばらくお待ちください。さっき見た感じ24か25ぐらい、まで行ってる感じになりますんで、本日はトーナメント3つ、使います。赤ビュー2セットを使いますんで、あー、トーナメントがちょうど出たな。じゃあ、手前終わったんで、あ、手前も真ん中も、手前が終わってないのか、ごめん、真ん中が終わりですね。じゃあ、設定の方入りますね。キャラは、まあ、いつも通りのメンバーもいれば、キャラ変わった人もいるんで、ちょっとわかんないっすね。よいしょ。じゃあ、とりあえずいつもの通り、久々にツイッターに画像を上げるんだよ。はい、手前も終わったようなので、そのままでお願いします。あ、マークごめん、じゃあ適当にそいつを、ギルティが動いてなければギルティのところへ持ってってください。はい、じゃあ、トーナメントの作成が終わりました。自分の場所確認してください。1回戦から進行していきます。2大進行です。よろしくお願いいたします。手前の筐体はこれイベントモードってまた選べんでしょ。ステージ変わってないよね。ってことで、あれコロシアムのまま名前ちょっとわかんないんだけど、名前何になってんのあれ。ナオトのステージ選んでください。手前一応テスト配信なんでね。まあ忘れたらそのままでいいっすよ。いつも通りで。ボタンがちょっと危ないんでボタン変えまーす。ちょっと待ってください。では、トーナメントの方の方は、これ一気に3枚上げても見れるかな。前回見れなかったんだよな。私阿久津のツイッターの方で上げて、あ、いいよ。お前もかよ、なんなのお前ら。お前ら知ってる？今ね、LINE っていうすっげえ便利なツールがあるじゃん。あれに代理エントリーお願いしますって言えば、エントリーできるらしいっすよ。なんで直接 LINE に来ないの？ Twitter とか見てねえよ、仕事中じゃないんだもん。じゃあ、終わったら、いいな。うわぁ、画質超悪いけど、いけるか。まあ、いいや、ほいっつって。
はい、ってことで、2増えて、27は999以外組めないんで、あ、一応出てるね。前画像3枚同時に上げたらぶっ壊れたんだよな。あ、そう、どっかにとか空いてるトーナメントに。はい、録画ボタンをまず忘れずに押すじゃん。2期。はい、ではお待たせいたしましたと。編集点ですかね。では、ただいまより、南村物価セカンド第1期1回目 BBCF ランキングバトル始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。あー、久々ですね、なんか声出すの。はい、本日は参加人数が、飛び入り込みの27、でいきたいと思っております。0回戦の場所が3カ所出来上がると思うんで、そこから消化していきたいと思います。世間はこいつを期待しているじゃないですけれど、1回戦の、あ、失礼、0回戦の方がですね、紹介していきます。真ん中と手前使うからね。じゃあ、猪瀬さっき、手前の筐体でお願いします。まだ。あっちもダメ。すごいね。あ、2P側のボタンがまだついてないから、ちょっと待てと。じゃあ呼び出しだけ続けるか。マー君ごめん、エマとボビーどこに入った？左下。じゃあ唐沢君と、ごめん、ちょっとマー君ありがとう。あ、はいはい、あ、じゃあそこだ。はい、じゃあボビーと涼さん真ん中へお願いします。ボビー涼真ん中でお願いします。涼さんやってる、死ぬ。じゃあ飛ばします。エマと浅井さん真ん中でお願いします。さあ皆さん、多分今日の配信で BBCF を検索するとおそらくみんな9目的だと思うんですけれど、サキさんが今日朝から来て頑張って9を仕上げようって頑張った結果、当たるのがニューっていうね。まあそこは多分猪瀬さんが空気を読んでくれると思う。あれでしょ、多分 D ボタンがついてない状態でやってくれるんでしょ。はい、では久々ということもありまして、頭から実況しようかな。あれ、セリカ A 兄弟だからね。気づいてくださいよ、サキさん、何位以下全員使えるんですよ。というか、あの家系使えるんですよ。まだ10名出てない、出るのかな、9の上、怪しいんだよな。だって、あれでしょ、9使い始めて、セリカ18なんで、ここら辺が元18なんで、あ、さっき、あそこ、死ね、猪瀬とかいうカス野郎まで死なない。あ、BGM 選べんすね。神だな、マジで。まあ、あとで別撮りアップするかもしんないけどね。さーて、一番実況流せの新キャラ出ましたよと。先ナインバーサス。猪瀬に言うと。さあ、皆さん、ナインの技表を確認していただけたかのようにですね。技名がとにかく中二病で長くて。さあ、どれを打ってるのかって話ですね。さあ、ここは、ゴッドハンド、しっかりガードしている。バックして、かわしていくが、画面端までの距離が近い。空対空仕掛けていくか、相打ち。さあ、この距離、ジャニシーが通ってしまって、バースト、早めに画面端を押し付けていく。スープラ、しっかりガードして、半角押し置きは、ゴッドハンドが立ちっぱなし。空軍しっかり決めて、体力はまだゴムの状況から、中間まで持ち返す。飛びが腐って、下段通って、ここはワンコン、美味しいの、さあ、ナインの現行の最大ダメがよくわかんないんで、画面端一、中段、立ちっぱなし。さあ、前出し。さあ、検証結果で前出しは1フレから飛び道具的がついていると。
タイニューに対していけんじゃねえこのキャラとか思ってる幻想もありますが、ここロケミスってロックシースタートフェイタル、スープラッチ打ち上げて体力がほぼほぼの状況からとりあえずレガシー出してからの中下段タクリしっかりガードしてる前田、前田は 2D で迎撃してるがタックル突っ込んでいく、バスト使ってもう一発レガシー中段立っている、前して割ってくる、しかしその後の D 当たってかなり苦しい状況になりましたが、どう出るか、しっかりかわして、さあここは惜しくいただいてく、一本取ったのは先ない、先ないって語呂悪いんだけど、ちょっとささあ打って変わってニューが攻めていく、ここは前田硬直に刺さっている、さあルミナスが当たると美味しくいただけるのが今作のニュー、さあこのルミナスという技をうまく使い分けて遠距離で封殺させたい、さあって遠距離戦、遠距離戦近づくまでがかなり長いんです。一応補足しておきますと、さあ9の、いわゆる D ボタンに、当たる技はですね、9の通常技を相手に触れさせないと打てないんで、とりあえず何かを当ててからどうこうしようっていうキャラですね。おっさんに分かりやすく言うとガンスターヒーローズなんですけど、多分今の子分かってくれないんで、魔法の組み合わせによってどうか。さあここは、前出して潜ったんですけど、やっぱりダッシュの終わり際に、無敵時間が多分切れるんだろうね、一回多分そこにさ、レガシーが揃って11。さあ開幕突っ込んでいくが、冷静にいなしていったの猪瀬、ダウン奪ってルミナスからの上からかぶせていく、フィールドがちょっと危ない感じ、前ダッシュ、前ダッシュ2回目にここは D 刺さってる、やっぱりサクさんでも初日はきつい、触ってワンチャンス、これ落としてからとりあえず落として、さあこの距離、この距離が実はあんまりやることが多くない、画面端中段タッチパンチ、ここで中段ようやく触る、ゴッドハンドから投げていく、この距離でコンボパーツが分かんなくて、とりあえずエイジさせてからのゴッドハンドをごまかしていく、猪野さん優しいな、猪野さん優しいな、さすがさすが猪野さん。さあ逆側では浅井さんが勝ってますね、おめでとうございます。じゃあ続きましてゼロ回戦もう一個いくよ、量産とボビー手前の筐体で、で先とウサギはじゃあ真ん中で行きましょうか、うん、そっち、その組み合わせによってそのニューが出す技、あ、失礼、ナインが出す技みたいなのが、まあ、インスト見ていただけると、分かるぐらい決まってて、18種類ぐらいあるんですけれど、大まかに分けると炎、風、水、の3種類の属性があって、その属性の組み合わせによって魔法が変わっていくといった感じ。ちなみに同属性を重ねていくと、その属性の技、例えば風だとですね、画面1本シングルでビーっていう飛び道具が出るんですけど、それが強化していく。炎だったら手前にボンで、氷だったら陣の立ち D みたいなのが出来上がるんですけど、それがだんだんでかくなっていく形で、炎、風とか風、水とか組み合わせていくと魔法が変化していくよといった感じ。もちろん2個魔法もあれば、3個の組み合わせの魔法もあるんで、その辺をうまいこと使い分けるっていうのが、多分使い分けてできないんですけど今、とりあえず決まった形で作っていくで置き攻めでどうこうといった感じですかね。魔法自体はかなり凶悪なものは揃ってはいるんですけれど、その魔法を作るまで、がすごく難しいキャラクターで、例えば空中コンボとかで、ABC 全部火、水、風が割り当てられてて、ほとんど似たようなモーションなんですけれど、それを自分で考えて組み合わせないと魔法が使えないんですよね。なので、難しいというか、ちょっと2、3区で触ったんですけど、すげえむずいキャラでした。多分おっさんにはできない
というか開発というかある程度まとまった形になるまでどれぐらい金を食うキャラなんだと、金のかかる女だなって両がさっき言ってましたけど、もう スーパーピーキーなんでね、面白そうな感じ。さあそんな、さっき金のかかる女だななんて言ってたら両はライチに、なっております。まあライチサブキャラで使ってて、今回、ライチにオーラを感じるということでライチになってるんですけどね、事実ライチすげえ減るんですよね、 2A スタートとかなのに。その辺はみんな大好き、今多分見てるシャブニーあたりが、ニコニコしながら見てると思うんですけれど、とにかく一通と連チャンでしたっけ、チャンカンもう新技の技名すらあれがなんか超いい性能してるんですよね。一定距離放つだけなのかなと思ったらしっかり相手サーチしてるから立ち悪いんですよ。いやー、ライチ戦ちょっとやらないとな。さあまあ今日は新作ということで、まあ9押し押しでいきますけれど、基本的に9の、必殺技というか、ドライブではないんですけれど、D ボタンで出せる技には名前がついてはいるんですけど、宝石の名前がほとんどなんですよね。なんとかなんとかいいと、トパーズとかサファイアとかも言ってるんですけど、まあ、何言ってるか分かんないんで、正直ちょっと魔法技名で覚えるのはちょっと厳しいかなって思いつつ、見た目で分かるやつでやっぱ構成した方がいいかなと思って、多分サキさんが頑張って決勝まで上がってきてくれればその実況が披露できるんですけれど、真ん中ではかなり苦戦を強いられてるんですよね。おーっと、あーうさぎさんね、それはしょうがなかった。俺もね、上からビーム落ちてくると思わなかったもん。ってことで真ん中頑張ってサギが勝っている。さあ続きまして、ノディさんとモノリス真ん中の筐体でお願いいたします。ノディさんいますか、大丈夫そう、あ、やってる。さあ手前では両がボビーカルルに負けている。さあボビーさん今作カルル強いっていうことでニコニコしながら打ってますからね、同じぐらいニコニコしながらパチンコ打てばいいのに大体ニコニコしてないんですね、パチンコ打ってるとき負けてますからね。はい、続きまして、こちらも久々ですね、ビジュールさんと、マドさん手前の筐体でお願いいたします。俺1回戦誰なの、タコサかいい響きかないんかによって話が変わってくるんだけど、いや、アイズホラー、アイズホラー、僕のキャラないんだってって言ってたから。いやー、でも、ちょっと、コビ打っとこうかなと思うんですけど、冗談抜きでロケテストなしで、よくここまでピーキーな性能のキャラを、みんな納得のいく形で出せたねって思うのが、ないんですかね。いや、わかんないよ。確かに、気がついたらぶっ壊れる可能性あるんですけど、現行、え、強すぎねっていうこともなければ、え、ワンチャンスありそうでしょ、このキャラ。っていうセリフも出ますし、なんか、ちょっと、その、期待値があるキャラクターで、かつ、通常技の性能から、みんなが敵視している荒くねを食えるんじゃねえかっていう、ところまで行ってるんですけどね、そこはちょっと今後の発展次第ですけどね。いや、ちなみにCT の時にニューが発展したら2時間で俺とゼルは先に勝てなくなりましたよ。まだ覚えてるよ、なんか序盤で先がなんか投げから3333減ったわやったわって言って、いやーでもこのキャラ投げ通れば減るけど遠距離見てから中下段立てるよねつって、いやーテイガーとかスレッジあるから余裕っしょとか思ったらそんなのなかったよね。っていうのが今日まあ朝先かずっと先とかこやつとか、まあ本当にうち朝から9組が動いてたんですけれど、まあなんだすげえむずいねっていう意見しか出なかった。
いやー、今後の9の発展はちょっと期待ですよ。さあ、一方真ん中ではアダオさんと、ビショルさんですね、これはラムダの方でしょ。さあ、前回イザヨイから、終盤ではラムダにキャラ替えしてて、今回の CF ではラムダを、使ってるビショルさんとして、まあ、前作からバレットをずっと使い続けるアダオさんですかね。さあ、ラムダっていうキャラクターもですね、大幅に変わってしまったキャラクターなので、てか前回そもそもあんまり人が使ってなかったので、元々の性能がエクシーガネイルがどういう性能だったかすら最終的にわからなかったぐらいの知識が俺のラムダ戦なんですけど、まあ、今回ちょっとラムダ 2,3 戦もやらせてもらって、あ、全然違うんだね、別なんだねっていうのが、ここまで。あ、真ん中、荒船勝ってる、モノリス勝利。じゃあ逆側、真ん中ですね。じゃあ、ゼルト大使さんでお願いします。確かに、本当に最終的にどこまでいけるのかね、この9っていうキャラクターは。わかんないな、全く想像できないな。一応なんか、伸びそうなパーツというかですね、ここをこうしようっていう、なんて言うんですか、なんかこのキャラだったらこう戦ってくださいねみたいなリードがあるじゃないですか。例えばラグナだったら地上で何発か必殺技挟んだ後にナイトメアエッジでちゃんと締めてねみたいなのがリードであって、呼び出しだけ先しますね。じゃあ唐沢くんとサラシー お願いします。ってのが多分一番最初にラグナ触るとすぐ分かるんですよ。必殺技、例えばまあ、ブラッドサイスであったりガントレットハルスあって挟んで浮かして最後ナイトマイエッジで締めようみたいなのがすぐ分かるのがいつものアークシステムワークス。そしてブレイブルーをやってるやつがナイトマイエッジ見た瞬間に、あ、これ大体カス当てかクリーンヒットか何かあるんでしょうみたいなのを想像するのがブレイブルー中級者というかブレイブルー廃人予備軍。そして上級者になるとどこまで想像できるかわからないですけれど、まあ、そんな匂いというかですね、このキャラ強くね弱くねを一切分からせないっていうナインっていうキャラがすごく興味を示すんですけどね。いやー、わかんねえぞあのキャラはマジで。さあ、手前ではジン VS 白面が繰り広げられております。さあ、両方ともある程度やったんで、あ、うまいですね。なんとなくわかるんですけど、ジンというキャラクター前回 CP では、最終的に、強キャラって言われるポジションに、だいぶ安定した、ポジション取りでいたキャラクターになるんですけれど、さあ今回どうなるかねつって、ある程度マイルドになるかなと思ったら結局なんかオーラは丸出しなんですよね。このキャラいい性能してます。これですね、大体狂った性能してるやつ。小節だっけ、確か節だよね、確かね。さあ、一方白面もかっこよくなっているんですけれど、結局の大元の崩しの部分は変わってないんで、白面戦やり慣れた人だったらいろいろとみたいな。さあ、反応して無双は出したんですけど 3C の方が早い。さあ、一本取ったな、からさ白面。さあ、2A 刻みすぎ。さあ、しゃがみくらいだったんで美味しくいただきたかったんですが、ここはちょっと待ってから投げ誘って 2C ジャンビジャン 2A が役上げとじめ、もう一丁 2B から A すかして投げて 2C クーコンじめ、もう一丁。さあ、何事もなく投げはめくらって終了でござる。下がったの体の局面。はい、どんどんいきますよと。真ん中、太一さんの勝利。じゃあ、組長と、ここはゲストを立てるか。じゃあ、組長と、達也、真ん中でお願いします。そして、吉木と、マー君、手前でお願いします。はい、ただいまの放送は南ラビックオンセカンドよりお送りします。BBCF、ランキングバトル第1期の1回目シングル戦、参加人数が20
7名で、お送りします。ただいま1回戦の途中まで行っております。2台進行でやっておりまして、片方のみ配信とさせていただきます。実況の方はですね、まあ、決勝ぐらいまでは適当に喋りながら、行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なんか、キャラが、変わりすぎてわからんが、さあ前回アズラエル使いだった、マークがミュウになってニュー使いだったヨシキは今回ラムダで参戦と。さあラムダの最終的キャラクターチョイスはどれ、あーラムダじゃない、ヨシキのキャラクターチョイスはどれになるかわからないんですけど、さあさっき言ってたラムダっていうキャラクターが大幅に変わったところをしっかりヨシキが見せている。さあ前回のCP の、ラムダのダインホルダーであるヨシキが今回ラムダで参戦。さあラムダがどこまで仕上がっていくか。ここがオーディエクシーダクセル確定してからのセットプレイに行きたいが、体力差はかなり厳しい。アクティブフローでバーストを半分ぐらい回収しましたが、そのまま押し込まれる。一本取ったのヨシキ。2B スタート。あー懐かしい CS っぽい。なんかへえ、でもめっちゃ減ってるけど。よしから中段、あー猪瀬さんがまた開かなくなったんでだいぶ懐かしいですね、あのモーション。またまた開く女が出てきたか。さあ中段は飛んでジャンビー、ここ出してますと。もう一発中段は冷静に 6B スタート。ニューと変わってなければボーナス入ってるんですよねこれ。さあしっかり封鎖され、カタルヨシキ6000減ってんのすげえなこれ。よいしょ、じゃあルー君とボビー手前でお願いします。すげえ減ったけど、指導100なのは前回から変わってないんだけど、ラムダも 6B なのかな、ボーナスちょっとわかんないな。さあ今回、CF 新しいバージョンになって、一部キャラにはつきっぱなしだったり、いろんなキャラのは大体削除されたりしたんですけど、ボーナス補正というものが、各キャラ1個以上、ついております。まあ、これを使ってうまいことコンボのダメージを伸ばしてくださいねっていうのが、分かりやすく言うと CS だったんですけれど、まあ、その組みやすい組みにくいはキャラによってアクセントは変わりますけれど、組みにくいものになると本当に組みにくいんでね。ステージね、コロシアムみたいなやつあるじゃん、バトルフィールド、デュエルフィールドか。なるほどな、名前変わったんだ。 BGM はなんかいいよ、好きなの選べば。まあ音、今回そうか、BGM 選択権もあるのか。さあ真ん中ではオーディコン決めてんのが響きでしたかね。さあ勝ったな、タツヤかな、ラウンド取っただけちょっと見えない。ヨシキが勝って、そうだね、はい手前行きますよ。じゃあ浅井さんと、エルムさん奥の、あごめんなさい、真ん中の筐体でお願いします。おーい何やってんだあいつ。カルルのモーションでビビって触りやがった。さあ今回斬鉄を組んじゃうとなぜか減らなくなるんですよね。まあなんて言うんですかね、なんかその今先ほど言ったボーナス補正、ボーナス保証みたいなのを、考慮するためか知らないですけど、どのキャラもコンボレートが、軒並み悪くなっているんですけれど、白面は変わってないのかな。前回白面の斬鉄が猛威を振るったのはそのコンボレートルシというか、そのいわゆる簡単に言う、簡単に言ってしまえばボーナスに近いものがもともとついてる上にさらに、残鉄の2段目にボーナスがついてたっていうのももちろんあって、
それとあのクラストリガーがかなり、相乗効果でダメージが上がってたっていうのが前回の白面だったんですけど、今回それがもっぱらなくなった上で、ボーナスがついてるのが 6B なんでね、うまいこと組まないといかに白面とはいえどダメージが出なくなってしまったっていうのが現実ですかね。悪くはないんですが、使い手ラブまでとは言わないですけどね、ちょっとオーラかな。さあここが捕まって 6C 回り込みから補正はギリギリ足りる。さあ勝ったなボミカレル。はい、じゃあ、カメピーとコヤッツーでお願いします。なかなかの使い手のようですが、数の利は覆せなかったということです。ボミー倒れてね、入ってるぞ。ねさあ、こやつはどっちで出るの？さあ、動画台の方ではこやつ9、あれ？こやつまだ無理。はい、こやつで言うと、さあ前作 CP でも CP1.1 から 2.0 というかずっとですね、白面で走り続けて現行最高段位を保持してるのかな白面だと。さあカメリア白面の登場。あ、スサノオユニットのままだ。うわー、がっかりだよ。さあ前回ニュー白面は白面かなり、無茶しないといいことなかったんですが、今回ニューが弱体化、そして白面に柳という技が追加したおかげでですね、だいぶ近づく手段は増えてはいるものの、どうなるかといったところ。さあここはホタル使って画面端のコンボには行ってますけど、中央戻って 6C 牽制はしている。 2B から追っ払っていく。さあ体力リードは白面だったんですが、ここで 6A スタートはニューにとってはかなり美味しいスタートが入ります。カウンタースタートでダメージしっかり上がって3800以上取っている。さあ柳突っ込んでくれ。さあジャンニエ持続かなり伸びました、というかむしろ元に戻ったって言った方が割りやすいですね。投げが使ったところ間に合わない。さあルミナスが2本になっている。中下中下柳突っ込んでいく、バックステで 4C かわして、さあルミナス巻きつつ柳巻きつつ、お互い牽制合戦の合間でダメージを取っている。現状まだ有利なのは白面だが、この距離でどう出る。ルミナス切ってからやっとアギト裏回りはしっかり見えている。さあフィールド置いてとりあえず逃げる、安全圏からなんとかしたい。ルミナスからラピッテ、ここはガーキャン対策している。シップ来て逃げ回る、ここは鬼白切り 6A 見ている、しっかり対処。さあ1本取ったらこやつに、開幕突っ込んでいきたい。フェースを早いとこ掴めればそのまま何もできずさせず封鎖はできるんですけれど、中段刺さってルミナス飛んでくる。近づいて、さあこやつそれはしっかりと逃げていく。ルミナス刺さると拾われちゃうんですよね、これが惜しい。さあ何度かんのでこのルミナスという技の性能が、さあ風魔人ちょっと助けられる、かなり特殊な性能してるんでうまくルミナス対処したい。ここはエンマ空中ヒットからレイカ繋がっちゃったんですが、コンボがアドリブでできなかった。バーサイでその後の展開でニューが押している。さあ残り体力3割切ったところで裏回りからここバスター、柳突っ込んでいきたい。2B から 3C カウンター、昔の白面だったらワンチャンスで殺せたでしょって言えたんですが、ここはまだ死なないんです。
上げて締めて大きい攻め、投げ4星刺さってグレン確認できずどうなるリレージョニエさあここを潰していく11さあ9は現状サキが、まだ残っているんで、この後も多分映る可能性はありますねちょっと分かんないですけどさあ先手を取ったのはこやつに裏回りが2ミー刺さってさあ前作のを見ると本当に減らなくなったなと思うんですけど、標準値のダメージを取っているさあルミナスカウンターから美味しくもう一発さあルミナス DD 刺さってルミナスは当たらない攻め系の形を取って柳突っ込んでくるしかししっかり対処してるなこやつ下段刺さってルミナス動いたのに当たるさあこれ苦しい相手まだ生きてるが雪風逃げるフィールド置いてさらに逃げる絶望の状況である残ってさあ前回なら D ガードしただけで死んだんですけど今回削りはありません柳耐えていくさあフィールドあってルミナス切るさあ遠いあまりにも遠いワンチャンスさあどうするルミナスが飛んでくるもう一発柳耐えるがその後が無情であるさあいい試合だったんですけどねさあ勝ったのこいつほいほい奥まだ真ん中やってんの終わったはいじゃあチリさんとこれ堀くんでしょチリさんと堀くん手前でそしてタコアサと俺真ん中でいきますちょっと離れますあんたは邪魔ラグナは私が殺すようやく手に入れたこれで姉さんの病気を治すことができるThank you.
回もリバサがバックスでとがめられなかったんだけど、はい、シリさんが勝ってて、じゃあ次行きますよ。あはは、あ、これ今日目玉になりますからね。じゃあ先とモノリス手前で、マドウさんとタイシさん真ん中でお願いします。さあ、もう最強最強うるせえモノリス・アラグネを今日始めたばっかりの先ナインがとがめることができるか。はい、ただいま2回戦入りました。2回戦第1試合夜お送りします。サキナインバーサス、モルスラグネ。なんか野球みたいで、ね、マドさん負けてる。ビジョルさんが勝ったでしょ。あー、ごめんなさい、間違いですね。じゃあビジョルさんとタシさん、ごめんなさい、真ん中です。いやー、サキさんかなり頑張って1日で14段まで上げたんですけど、どこまでいけんのかな、ちょっとわかんないな。結局こうなっちゃうんすよね。これをどうするかって話なんですけど。さあ、一応、まだ今日ナイン触ってないよっていう方の補足だけしておくとですね、あのナインとダッシュステップなんですよ。なんで細かい距離調整がすごい難しくて。さあ、真上から降ってくる、バグセ逃げていく、氷からバンコン決めて、虫が襲いかかるが冷静にしのいでいっている形。バグセバグセ。さあ、ちなみにあのバックステに関しましては、飛び道具無敵が1からになってます。前ダッシュも多分1から。さあ、これはなんか上入れっぱかなんか座れた感じ。上投げから楽インコンがスタートして、ここはしっかりつなげてないですね。パワービームから 6D 残って、さあどうなる、中段。さあ、ここ刺さっていく。さあ、1本取ったら戻るさよね。さあ、ここは西、あ、失礼、タッシー対抗はしっかり合わせてる。ジャンシーがカウンターしてから不幸に来たかった、鳥が強くて、ここは車輪まで画面端。さあ、対空置いたんですが、ここはずらされてしまう、画面端、車輪はガード、2位かな、ちょっと見なかった、刺さってこのダメージだったら多分2位。腹パンから画面端維持、これは苦しい、中段、ゴッドハンド当てて、中段から空港に行って、さらに中段攻め立てる、空対空しっかりカウンター確認、体力がゴールに並んだ状態で空投げが刺さる。さあって、そのまますっぽり入っちゃいましたけど、ということでもう乗りさらに勝利。じゃあ、唐沢君と達也、手前の筐体でお願いします。あ、広告いただきました。ゆとり君はいつも来ているゆとり君かな。ありがとうございます。ちょっとコメントが今ちょっと全然見えなかったんですけど、そのまま流れちゃいました。ナインの、ちょっと、まだ仕上がりが足りなかったといえばあれなんです。おっと、真ん中ビショルさん勝ってる。じゃあ、ここやりたいんですけど、もう手前始めちゃったんでそのまま行きます。ヨシキニキとボビー真ん中でお願いしますね。一応ですね、空中のなんだっけステージはね、デュエルフィールドっていうのがあって、なんていうのかね、タックルなんだっけ、名前忘れちゃったよ、ちくしょう。さっきツイッターにも書いたんだけどな、あの9の地上タックルで締めれば、近距離になっちゃうんですけど、空中タックルで締めちゃうとですね、離れちゃうんで。クリムゾンレーダー、さすが、はい、バンバン行ってるんですけどね。まあ一応なんかその空中コンボを確か A が氷なんですけど、 A 凍結で締めて、凍結落ち、ジャンシー立ち 3C とかで奪えば、最後同技にはなりますけれど、ダウンが取れるはずなんですけどね。
そのコンボが見つかったのが終盤だったんで、ちょっとそこまで手が回らなかったのかなと。まあ、サキさんのナインに、今後のナインにちょっと期待しながら。さあ、手前では、CF の新キャラであります、響き、出てますね。白面 VS 響き。昨日、私事になっちゃいますが、某ラグナ使いだった、某レリウス使いだった、みんな大好き、まだ終わりじゃねえぞのシュータさんがですね、今、響きを使ってるんですけれど、お互いこれ、フリキャラだから、これ、フリキャラだからって言いながら、バカな押し付けられをしてたんですけど、実際どっちが不利なのかわからないんですけど、お互いやれることはかなり多い、この組み合わせ。画面端入ると、マジ地獄なんですよね、これ。中段から、ここは、飛山賞。もう一個、飛山で締めて、落とせない。ここは雪風割っていく。 6A はカッターの刃を刺す下段技なんです。ここはずらしていく。西太鼓読み読みでござる。しっかりいちいち。さあ、ここは強気に立ち置いてある。これくらいさせないでしょうと。飛山賞裏しっかりとダメージ稼ぎつつ、モーズで落ちて固めていく。磯子砕きだよね、確かね。覚えてる覚えてる。さあ、ここは暴れたところは上から砕きに刺され、カウンターさえしなければ追撃は入りません。投げて崩して5番からの構成技、これが本当に強いんですと。しっかりとオーディ発動から公式に。さあ、勝ったのは達也と。じゃあ続きまして、エルムさんかな。エルムさんとこやつ、じゃあ、手前でお願いします。磯子砕き、なんか不安になってきた。名前合ってるよな。磯子砕きだよね。磯子で合ってるよね。磯子砕き、はい。本当に間違える。いつもの俺のスタイルですね。ミサゴですね。みんなありがとう、ツッコミ。ミサゴ砕きに関しましては、駒投げなのに、持続があるんで、一応ですね、受け身を取ってしまうと、持続が乗ってた場合は、疑似確定といった方がいいですかね。通常技ではもう絶対に暴れ返せないんで、一部必殺技だったり、OD だったり、みたいなのでは抜けられはするんですけど、かなりむずい。ヨシキニキ勝利。俺チリさんとか、やるか。あ、カルル最強キャラかよ、チキショー。じゃあチリさん、僕と真ん中で試合をお願いします。
しよう。はい、ここからじゃあ一段にしようかな。ラウンドなんでね。はい、じゃあ、モノリスト、ビーショルさん、じゃあ手前でお願いいたします。ミサゴクダキの話をしてる最中だったかな。ちなみに、ツイッター情報鵜呑みなんですけど、ミサゴクダキ、指導 120% って本当なんですかね。計算上指導 120% になっちゃいますって言ってたんですけど、保証ダメージとはちょっと違うんですよね。どちらかというとアトミックコレダーとか、ハンスキャプチャーに近いのかな、コンボに組める、ガードできない投げって言ったらいいのかな、まあ、あとコレダーとか、に近い性能になってて、多分一番近いのがCT の時のアトミックコレダーの計算に多分近いの。あれ確かゼレ、あれ CT の時170パーだよね。CT の時のコレダーの指導って170パーだったよな。おかしいんだよね、確かね。あー、コンプレート無視か。それは可能性あるんだよな。あれ最強キャラが、このキャラ最強とか言いながら、このキャラ初めてなんすよには勝てないんだよ。さあ、ここはしっかりビーショルさんが上反応して、ね、捕まえて投げに行ったところ、エクシナクセル、とりあえず出したけど、お前いいこと全くないんじゃない。4000取ってから腹パン当たらず、いえ差し返されて画面端、中段に対してビーム来る、そしてこのビームがやたら減る、バースト使って中段下がってブレイドもどき刺さっていく、あれブレードじゃないんだよね、確か1回目ちょっとわからない。さあ1本取ったな、ビショル、あらくねのー今 AE って書かれたからよくわかんなかったけど、エクシードアクセルだからねEA だからね、 A が先に来るのはアクティブフローだからね、ここ間違いやすいところ。あーっと、なんかそんなこと言ってる間に一瞬で最強キャラ見せていく。荒くねのはラフレシアですかね。なんか、まあ荒くねっぽいんじゃない？なんか、食虫植物ってことでしょ？まあ、人間食ってるけど。イリータイク、置いてある。シックルの補正切り、高さがちょっと合わない。あー、西スタート、このキャラもしかして、うわー、ヘッドバースト入っちゃうと、もう虫が残ってない。ここからガキを使って 4D ギリギリ合わない。 2D からシックル、とりあえずガードさせて 4D ガードさせて、ブレイドもどきから分かんないやつ、
シックル、スカッたところ、差し返していくぜ、ジャンピー当たったんですけど、2射当たるぜ、ジャンピー落ちてきて、2発目がブレードなんだよな、1発目は分かんねえや、トライ、ん?キャバリエ、ブレード、トライ、うん、スパーだ、あ、車か。はあ、トライ関係ない、ね、はい、あ、そういうことか、みんなツッコミありがたいね、まあ、しょうがないよね、稼働したばっかで、はい、じゃあ、達也と吉木お願いします。あれ、ラムダがいっぱい残ってたんですけど、荒船に駆逐された、スパーだ、いや、お前いいからいや、逆にお前そんだけアピールして最強キャラ最強キャラって言って優勝できなかったら超恥ずかしいよ。あいつはお笑い芸人の資質がちょっとずつ出始めたな。トライ、ブレード、キャバリエ、スパーだか。あ、中断なんだ、あれ。めくり?あれか、行くたち。まあなんか、まあ、ニューとそのラムダでうまいこと本当にキャラ分けができてんのかなって。遠距離から近距離にいきなり行くラムダと、そう、なんか、あ、表中段のタグで裏回りもあるよっていう話なの。ああ、そういうことか、やっぱ行くたちですね。さあ、そして画面では響き VS ラムダが繰り広げられているが、さあ、うちのラムダへの対戦経験数のなさがもろバレになる瞬間、あー、また開かれるだけで死ぬやつ、あっと、思い切って下段振ったところ刺さって、これですね、エクシーガネイルはまだ無敵なのかな、ちょっとわかんない、まだ無敵、中段下がって、あー、なんかスパイクを見るとちょっとほっこりできる、ジャンエオキタイクが刺さってからの置き攻め、勝利を下げて、さあ、そう、響きの勝利の終わり際の、あの消えてる瞬間、無敵あったり天性だったりするんですよね。さあ、膝関節じゃないよ、今それは陣だよ、裏回りから落としていく、オーディこの 6B スタートが痛いんですよね、さっきすげえ振ってたやつ、ブレード、あー、ごめんなさい、キャバリーからコンボつながるぜ、あー、目の前ずらしていく、空対空はカサトリ、ジャンシーが強くてオーディコンやり返せるか、玉井スペシャル、判断はほぼ完璧、問題はコンボダメージが足りない、起きてめ、さあ、ここからザーッとかくった、臭いぞ、バーストは間に合わず、さあ、コンボつながるぜ、とりあえず走ってレガシー、さあ、飛ばしたのは分体だったかな、ちょっと分からず、さあ、勝ったのよしきですね。さあ、じゃあ、こやつとチリさんでお願いします。さあ、レガシーはさすがに抜けきれないでしょ。あ、分身飛ばしたのか。本体行けばワンチャンスだったかな。ちなみにあの響きの、まあ、ぴょんって離れて、分身もしくは本体が飛んでいく、あれは、飛び道具無敵、弾無敵があるんで、まあ、対飛び道具持ちに対して、というか、素体系に対していきなり近づく手段になりますよってところだったんですけど、飛ばしたのは分身でしたと。あれ、レガシーのポケット、あー、そっかそっか、ラムダ、いや、なんかもともとなんかレガシーの手前のポケットがなくなったか小さくなったみたいなのがあったんですけどね。
さあチリさん VS こやつが始まってますが、いきなり窮地に立たされてるのはこやつ。画面端、この地獄からどう出る。とりあえずオディ離していく。さあオディ中のクレセントは当たれば拾えます。走ってきてやり返されるが、これがほんと強いんだよねマジで。さあ見てから手だ、しっかり西でとがめていくか。ジャンビー刺さってカルのターンがまだ続く。ニリ投げを抜けていく。ジャヌシ刺さるがちょっとアサリが浅い感じ。画面端が定位置の理由ちょっときついか。ジャヌシ直がされ確認、しっかり逃げている。下段刺さってルミナスから攻め継続、もう一つルミナス飛ばしていく。とりあえずフォークを刺さって DD から無理よ。さーって今はなくてレレッツァのモーションのやつ刺さってフェイタル、ここはバースト使っていく。ルミナス刺さってここは美味しく一発取れる。体力はまだカルル有利の時はボランティア飛んでくる。ここは見逃さない、しっかり辰巳拾い、一本取ったらチリカルル。さあ重力張って計算バリアがあるんでルミナスも機能しにくい。さああれが当たるとかなり大ダメ取られるんですけど、しっかりここは方向から画面弾いじしていく。固めからの投げがしっかりと刺され寝っぱなし、ここは青火でつながってまだつながる、前転はさせなくてしっかり打ちで帰る。コンボつながらないがかなり苦しい中段から、あーオディもキャンセルかかるのか、これすごいな。さあそのままフルサス勝ったのはチリカルルってことで、ベスト3が出揃いましたんで、ここからが三つどもえ戦ですね。まあオーバードライブエクシードアクセル入れ込みからもう攻め系する3キャラなんとかしろよマジ人形と虫と棒あの3キャラマジちくしょう。はい、じゃあモノリスト、まずヨシキお願いいたします。三つどもえなんで、2勝した方が勝ち、2勝っていうかその似たでね、負け残りでは、あ負け残りでやるけど似たでしたら勝ちね。はい、編集点ちょっと待ってね。はい、お久々のランバと、第1期の1回目ブレイブル CF ランキングバトル、今回は三つどもえ戦となります。ではスタートボタンを押しちゃってください。いいよ、さて、本日は12月の3日9解禁日当日であります。本日より始まります BBCF 第1期の1回目、ランキングバトル。さあ今回参加者27名による、シングルトーナメント戦、三つどもえに上がってきたのはモノリスタラクネ、そしてヨシキラムダ、最後の1はチリカルの3名となります。三つどもえ戦始まる、アラクネ VS ラムダ。初手を取ったのはアラクネだったんですが当たりが浅い、ワンチャンスはまだつかめない。目まぐるしく位置を入れ替わる、 D 牽制はしっかりといなしているが、ここは中段立っている。さあトライガードコから攻め系したところしっかりいなしている。 6D 刺さってここは立ちに入れ込み、さあ懐かしのまた開いてここ立ち、裏回り 6A ミスったか、コンボミスか、はたまた法制切りか、ちょっとわからないところだが、しっかり 6A 置いてある、見てから潰してキャバリエ 6C から受け身狩りの形になるが、トライ逃げていく。さあ FC が出る、画面端のラッシュがかなり苦しいが、ここは潜っていったが A は確定しない、残り体力1割切ったらけだが、ここは刺さってしまった。1本取ったのはヨシキラムダ。さあワンチャンス掴むまでがちょっと遠いか、ここは素体系だとアラクネが近づくまでがかなり長い。エクシガネル読めているが、その後の追い詰めがちょっと甘かったが、しっかりトライから立ち当たる、カウンタースタートちょっと痛そう。
座って画面端が定位置、これは厳しい。ロクミスタート、これはまずいやつ、バーストさせて1割残ってる、ワンチャンスまで行くか、ここバスト楽に嫌っていく、レガシーから裏回り、 EC は夢しか詰まってる、おっとマジかよ、当たってるかよあれ。さあここに来て荒くねのラクイングが始まる。さあ今回の荒くねラクインするといたいんですよ。さあ安定のジャンピー崩しから置き攻め選択、ビームしからめてトリシャリンからのラッキャンジャンシー、まだ知らないがジャンピーかぶせていく。さあここはいちいち、TD 刺さって距離離していく、画面端を追い詰めてからダイブ使ってまだ大丈夫、前田か何かが抜けたところでここはしっかり画面端逃げていく、中央までラインを上げて走り込んでくる、うわマジ取り強いか、しかし6位当たる、地上くらいスパイク出してから投げは抜ける、さあ遠いがジャンビーかぶせていく、ジャンビー当たってワンチャンスつかむ、ラクインコンビスレッサーグマス入って石飛んでいく、ここはトライ当たらず、さあ今のパフィはかなり絶妙な位置にいる、ラクインコンで画面端車輪を打ったのは正解だったのか今ちょっとわからないが、出だし4D もう一発、エクシーが出る、スカッたところ DC 突っ込んでいく、下がったらモノリス、いらないんだよお前なんて、はてさてじゃあヨシキとチリさんでお願いします。ラムダのあの足伸ばした方ってあれ 5B なの？マジか !6B だと思ってた、は、恥ずかしい。いや、素体は全部同じだと思ってさ。ほら、ニューもさ、12もさ、2発出るじゃん、ポンポンって。嘘 !12 出ない？あ、そうだ。あ、6B がまた開くの？へぇ、もうダメだ。俺のラムダの知識のなさ丸露呈しまくりなんだけど。もうダメだ。はい、では、水戸本戦で1試合目、ヨシキラムダ VS チリカルル。さあここで負けてしまうとヨシキは後がないんですが、なんとしても抑えたい1試合。さあ 6C でネさん追っ払いつつ、テータに対しては 6D しっかり置いてある、キャバリアからクレセント落として、タッチ、ここはエキシーダクセル確定ですね。さあアクティブフロー状態になってから OD の回復がすごく早い、しかしここはまた元気よく開いていく、画面端キャバリエ 6A6C から青ビートだけど、ここは受け身を取らなかった選択肢、タッチからまた開いていく、なんか懐かしいなこれ。DD から回り込んできて、その先にシックルがついてくる、散歩ですかね。さあ1本取ったのはヨシキ、ポコ、おうまっ、マジかすげえな。さあ 2A でとがめてからしっかりと冷静にいなしていくのはヨシキ、画面端追い込んでジャンビーがお強い、裏回り取られてここは位置入れ替えコンを選択して画面端ED からエキシーガネル使って逃げていく、 6C 立っている。さあここの固めをどうするか、ジャンニシースタート、彼の本体は変わってなければ痛いんですよね。とりあえずガネル使って空中くらいにはなるが、その後が厳しい、とりあえず OD 発動してガネルからの逃げる。さあ OD の時間がまだ残っている、攻めがまだ続く、しかし空振ったところジャンビーが落ちてきて
ここはちょっと海合いが見えたところに上からかぶさっていく。いちいち、さあ元気くん開幕カンナビで当たると痛いんですよね。さあ DD いなしていく、落として中央フォークを突っ込んでくる。バックステージしたところに2B が届いてしまって画面端、さあカルルの美味しい位置へご招待。画面端は 2B 重ねからここは逃げ切れず、勝ち置いてもう一発スカシゲダを外している。しかし攻めは終わらない、投げで崩して、とりあえずオディガネいるか、このタチウオかくってんのがちょっと怪しいところ、しっかりとトカミ切り勝ったな。チリカル、さあじゃあ今回の3位がヨシキに決定したところで、決勝戦ですね。さあ水戸萌え戦最終戦となります。さあ今回のワンツーを飾るのはモノリス・アラクでチリカルルの4名。さあどっちがトップを取れるか。さあブレイブルーが稼働しておよそ2週間経って、大体皆さんやってる感じだと分かるでしょう、この2キャラが大体話題に上がるんです。中下の卓しのいでるか、6シスタート。さあカルル本体のこれが当たると結構痛いんですよね。ここ刺さって、さあ画面端6位からジャンビかぶせていく。ここはバックして強気に振ったんですが逃げ切れず、画面端に残り3割の状況から ED で叩きつけられてダウンまでワンチャンス。ペダ読めているがジャンシーでしゃがんじゃう。さあそのまま押し切り、カルルが強いがどこだった、残ってどうなる、あーバリア強制のやつ、さあ死ねっていう言葉とともに中断が振り下される。さあ1本取ったなチリカルル、ジャンビーかぶせていく、スカシゲダンはしっかりとガードして逃げていく。さあ姉さんと一緒フォークから攻めていきたいが、アラクネの鳥が強え、マジでジャンビーかぶさっていく。ここはバーストラークイン嫌っていく、ボランテはしっかりとジャンキャンからのフォアカバーしている。鳥が当たって確認はできたものの無理、さあ針が刺さってなくて上からジャンビーかぶせられて画面端、先ほどとは一転してアラクネのターン、ジャンピーは絶対無理なやつ。さあお互い最強キャラの部分を押し付けてそのまま封殺。さあ1-1取った最終ラウンド、お互い一方的に終わることが多そうな試合展開だが、待って焦点を取ったのはアラクネ、なんでこれで楽にすんのか分かんないけど、画面端とりあえずオディエクシが出る、あエクシのアクセル逃げていく、ボランティア当たって虫がついてくる。さあ楽インゲージがだいぶ残った状態で捕まえることができる、2ビつながっちゃうが体力大幅に奪った状態で画面中央へクーラゲ置いてある。さあここは拾いミスって、さあガーキャンからワンチャンス出てきたのがカルル、あーやっぱり、さあしかし楽インゲージがゼロだったためエクシナクセルと終わり、かぶせていく石打ち切り、ハチリガードしている、トリガードしている、ボランティア当たって、さあしかもカルルがアクティブフローでバーストのクレージが早い、 CD からあーお互いセントラルフィクションしている、どこ掴んでんだよこれマジで。はい、ということで有言実行できましたね。さあ第1第1回の、優勝モノリスアラクになりました、ありがとうございます。わまあ最強キャラだな。
あのね、何がね、立ち悪いかってね、あいつね、別にね、最強キャラの部分を押し付けてねえんだよな。前回からなんだよな、あいつのあの空投げはな。ってことで、エイキ1回目、モノリス、チニカルル、そして、ヨシキの3名、になりましたね。まあ、どうだろうな、ほんとラムダに関しては全くわからなかったですけど。あ、でも、いいんじゃない ?CF 分かりやすかったでしょ、あの OD とエクシードアクセルのクソの押し付け合いの部分が。いやー、あれをいなしてこそ CF なのかな、ちょっと難しいな。はい、残った時間は、のじあいの方を垂れ流しにしたいと思います。10分ありますけど、適当にやるか。さて、久々の配信でですね、おっさんの喉もだいぶやられたところで、残りの時間は誰が映ってるかわからないですけれど、あ、優勝者は飯に行ってくる。いやーマジね、もう声出ねえな。いい確かにそれ思ったんだよ、なんかね、吉木の試合とさ、荒木の試合見てさ、うわどっちも殴り合い、あ、カルルもそうだしさ、シースじゃんつって、あーつって、FC ガゼルあるだけっつって、あーつってうおーっつって最後テーター出なかったのか、出なかった。いやー、まあランバトに関して言えば、まあ第1期は1月のいつだ、カレンダーが手元にないんで第4週、いや違う、確か5週あるんだよ、12月も1月も5週あるんですけど、確か12月の最後の木曜日が、12月31日の大晦日なんで、そこは多分無理かな、あざす、そうだよね、12月31日まであって、1月が28の、全9回かな、あー、まあできるのかな、なので、まあ、1月の終わりまで、続けますので、まあ、シングル戦ずっとやるんでね、皆さんぜひぜひ対戦しに来てください、とりあえず今日はそののじあい目的で来ている方も含めて、かなりのじあいが和気あいあいとしているんでね、まあランバト1期が終わる頃にはアクト2が出るのかな、アクト2って言ったらあれか、ちょっと微妙なんだけど、シナリオの第2話みたいなのが、出るのかな、ちょっと分かんないですけれど、盛大なネタバレを含むんで何も言えないんですけど、9ってストーリーモードないんですよ、あの冗談とかじゃなくて、あの入ってないんで、まあ、9でアーケードモードやると、そのアクト2の、次回予告があるんですけれど、あれっていうね、その先はゲームセンターで試しましょう。あ、カメピー勝ってる、やるわ。まあ9も多分その週が進むにつれて多分いろいろ仕上がってくる部分があると思うんでね、今日稼働日だからな、9のどこまで来るかと思ったんですけど、お、5分前ですかね。じゃあ多分この試合が終わるか終わらないかぐらいのところで、俺ですか、なんか、そうですね、一応、まあ、今現状はハケメン使ってはいるんですけど、悪くはないんですけど、どうするかなーっていうところでは悩んではいますかね。結局のところ、その、カメピー強いなあ、でも正解か、勝てるか、あれなら。実際6デストが終わって、6デストの時は、なんて言うんですか、クローズロケテみたいなやつにも出させてもらって、うわー、ハグメンすげえ面白いとか、
格別性ワンチャンあるでこれとか思ったんですけど、いざ製品版出ていろいろ調べていくと、あれって、あれっていうことが結構多くて、まあ、確証はないし、まだ調べが全然終わってないんですけど、まあ、ちょっといろんな部分で足りねえだろこのキャラとか思い始めたら、まあ、他のキャラ触ってみてもいいかなって、その CF になってコンボダメージが全体的に下がったんで、いわゆる白面だからはい7000、はい8000っていう部分が特定状況以外はできなくなっちゃったんで、ちょっと難しいかなっていうキャラになっちゃいましたね。もちろんその白面ラストは残ってはいるんですけれど、いわゆる投げ回りが狭くなったこととか、椿が上段になったこととかによって、今まで斬鉄とか 6B で崩れなかった人ってのに対して、どうやってアプローチかけるんだこれって、すげえむずいんだけどっていうところに今当たってるのがちょっと厳しいところですかね。まあちょっとまだわかんないですね。今後今画面に映ってるカメリア君を筆頭に白面使いの方々が頑張ると思うんで、それに乗っかる形になるか、はたまた9の波に持ってかれてしまうか、ちょっとわからないですね。じゃあバングに関しましては、今までバングを使ってきた人は違和感なくバング使えるんじゃないっていう調整みたいですね。例えば D 系統の調整とかは、繋がらなくなったものの、 B 系統から繋がらなくなったものの、ガードさせれば必殺技キャンセルできますよとか、ジャンプキャンセルがかかりますよとかにはなってるんで、CP2.0 しか触ってない俺としては、あーマジかーってなったんですけど、他の人からすると、変わってないかなっていう感じですかね。ドッグギコンもそのままできるし、画面端の4枚もできるし、まあ、中下段の崩しに関しては、まあ、自キャラを言う感じだとそうですけど、変わってないっていう言葉が大体あるんですけど、バングで臭いところを言うんであれば、D 系統の爆発ですかね。あれどう考えてもフリーフレームないんで、まあそうなんだよ、おっさんだからね、もう基本的にないからさ、当たり前のことしか言えなくなってしまったんですよ、もう。ただそのどのレベルまでやり込むかっていうところで考えてるものはありますよね。真面目に全国目指すっていうんだったら、まあ、ちょっとキャラチョイスから考えなきゃいけないね。エンジョイだったらあくまでエンジョイで遊ぶかなって思うんですけどね、まあ、それ相応のレベルになるまではやりますけどね。